はい、こんにちは、キョウです。はい、ジェイも今日いますよ。なあ、ジェイ。今日も昨日と同じ、クマさんの洋服着てんだよな。クマさんの洋服ね。今日もこいつはクマさんです。はい、ってことで今日は、第1食目。もうね、ちょっと腹が減りすぎて、水分多めのオートミールいただきます。ちょっと量増やしたかったから。で、中にはブロッコリーとワカメと椎茸と胸肉。あとは卵。味付けは白だしと味噌汁です。味噌汁じゃねえ、味噌か。うん。うん。うまい。急に寒くなったよね、昨日ぐらいから。俺もう雪降るんじゃねえよなと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんだけど、ほら雪降るとさ、自転車とか乗れないじゃん。そうすると俺移動って結構自転車が多いから、自転車乗れないってなるとね、電車になるからさ、俺ちょっと電車ってあんま好きじゃないの。なんか暑いし、なんか密封された感じがちょっと苦手だから、雪降ったら嫌だなと思ったけど、雪はまだ降ってないね。雪は降ってないけど、すげえ寒い。まあこういう時にはね、あったかいオートミールとかめっちゃいいよね。染み渡るというかね。まあマジで。もう野菜とかかさ増しだよね。結構入れた。ブロッコリーとか椎茸とか。キノコとね、海藻類はね、しっかり食べた方がいいって言うよね。うん。あ、赤い。今日の体重が96キロ。だから、ハイカーボの日、ハイカーボをやった日よりも軽くなってる感じかな。うん。で、ハイカーボやって2キロ増えたのが、もう3日、まあ丸々2日か。で、体重は取り戻したって感じ。うん。こっからあとは、パンパンと落ちてくれれば、予定通りって感じなんだけどね。まあ多分落ちるでしょう。体感的には。だって、オートミールと野菜と胸肉と卵しか食ってないのに、体重増えてったら結構悲しいよね。それでね。うん。まあ、マジで。でもやっぱ、食べる動画は人気だね、やっぱね。人気だねっていうか、もともと YouTube はさ、ほら、大食いをメインでやってたから、うん。大食い好きな人が結構登録してくれてるようなイメージだから、やっぱ大食い動画はやっぱ人気あるね。うん。逆にトレーニング動画は人気ないよね。でもね、気持ちはわかるんだよな。俺もあんまり人のなんかトレーニング動画あんま見ないもん。どっちかというと、ほんと俺も咀嚼音系、食べる系の ASMR とか、あとは大食い。あとはなんかこう、なんだろう、俺好きなのは、なんか絶対に人間、普通の人は食べないような、例えば、バターをかじるとか、なんかバターを揚げたりすんじゃん。とか、背脂を、
すげえ量入れて食べるラーメンとか、ああいうのはついつい見る。うん。でもあれをやれって言われたら、ちょっと俺きついかもしれない。なんかちょっと、あれはやっちゃいけない気がする。でもうまそうだよね。背脂ラーメン。背脂ラーメンに油マシマシでさ、ギトギトで食べるラーメン絶対うまいんだろうね。うまそうじゃない？あとバター。バタートースト。パンにこうバターを乗せて焼いたりするのにさ、すげえ量のバターを使ってさ、ホットサンドっていうのこうやって挟んでやるやつ。あれバター1本使ってとかやってる人もいるんだけどさ、あれ絶対うまいよね。うん。あれうまそうなんだよな。でもあれやると多分俺お腹壊すんだよね。結構その、なんていうの？油とかさ、俺結構好きなんだよ。で焼肉とかも。でも焼肉とかに行って、例えば肉をさ、すげえいっぱい食べるとするんじゃん。油の肉か。そうすると俺ね、腹壊すの。もうすぐ。うん。好きなんだけどね。うん。でも今日はなんか、すげえ腹減る。なんか、わかんないけど。まあ腹減るって言ったらまだこれ一食目だから、なんとも言えないんだけど、なんだろうな。なんか食いたいみたいな。だから家になるべく、その手軽に食べれるものっていうのはなるべく置かないようにしてるから、なんか食べるってなっても、ちょっとこう、なんていうの？一手間加えなきゃ食べれない卵とか肉とかは冷蔵庫入ってんだけど、なんかそれをわざわざ調理して食べる必要はないわけじゃん。そのタイミングが来てないから。だけど、なんか食いたいわけよ。だから手軽に食べれるものがポンって置いてあると多分食べちゃうんだよ。だからそこが今危ないんだよね。うん。やっぱなんか食いたくなるね。先週はね、全然楽勝だったんだけどね。今日はなんかすげえ、なんか食いたい。まあでも今日我慢したら、明日ミドルカーボだから、炭水化物400も食べれるから、まあちょっと今日は辛抱だけど。いや、なんか食いたいんだよね。でも何が食いたいかって言われたら、別に思い浮かばないんだよ。これ食いたいとかってのも別にないし。なんか、食いたいんだよね。だから、そういう時は、こういうゼロコーラ飲んだりとか。まあなんかちょっと忙しくして、過ごそうと思う。それかなんか栄養素が多分、なんか足りないのかなってちょっと思うんだよね。なんか減量がさ、うまくできない人っているじゃん。ついつい食べちゃう人。やらかしてしまう感じの人。それって多分ね、根性があるとかないとかじゃなくて、多分栄養が足りてないから、もう食べざるを得ないんだよ。多分、脳の感じで。だから、どっか改善する余地はあるよね。うん、すごい無理しちゃってるとか、絶対あるから。だから、切れ食いするパターンの人ってのは、決して、根性がないからとか、自分を責める必要はなくて、なんか栄養が足りないんだよ。だから、まあいろいろ、野菜いっぱい食べるとか、ちょっといい油取るとか、まあサプリに頼るのもいいと思うし。俺割とビタミン系に関しては、ビタミンミネラル系に関しては、もうほとんどサプリで取っちゃうから、問題ないと思うんだけどね、なんか足りないんだろうね。まあ単純にカーボが足りないっていうのが、でかい。うん。ただ明日食えるから。うん。
完食です。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。まあ明日ミドルカーブ、とりあえず米かな。思いっきり米食ってっていう感じの一日だから、今日はとりあえずなんとか耐えようと思います。今日も見てくれてありがとうございました。じゃあね。